はい、じゃあ始めさせてもらいますか。はい、こんにちは。ソニーから参りました、ソニーネットワークコミュニケーションズから参りました関と申します。先ほど上田さんからあった通りですね、今回のお話って社内のこれからオープンソースを扱っていこうというような人に向けて、オープンソースってこういう考え方のもとに、ある程度広められているんだよということを伝えるために、作ってみた資料です。割となんかやってみて結構面白い話もあるなということもあるんで、上田さんからちょっと喋ってみないって言われて、強制連行されてきたと。いうようなものですので、今までみたいにテクニカルなお話とはちょっと離れまして、気軽に聞いていただければと。ついでに言うなら、今日の夜飲み会の席でも盛り上がるような話のネタになってもらえればと思ってますので、気楽に適当なところでツッコミも入れつつ聞いていただければと思います。はい、でタイトルですが、2017年にガラントバザールを見返すという名前にしてます。ちなみにガラントバザールという言葉を聞いたことがあるかと。ここでは逆の方がいい気がするけど、いや、聞いたことがない方と聞くと手を挙げにくいなっていうところもあるんで、なるほど、ポジティブリストで皆さんに手を挙げていただこうと思いまして、はい、まずは聞いたことある方、そうですね、7割ぐらいでしたか。読んだことある方どのくらいいらっしゃいます。すいません、それはエリック・エス・レイモンの、そうです、そうです、日本のタイトルです。はい、日本のタイトル、ザ・あのバキャテドラ・アンド・バザール。あ、そうな、はい、わかりました。はい、確かに日本語でこのガランって使わない。そう、ガランって言葉がよく出てきましたねっていう感じですけど、スペシフィケーションワードの感じ。はい、中身読んだことある方どのぐらいいらっしゃいますか。あ、そこまでは多くないですね。でしたら私喋りがいがあると思って続けさせていただきます。はい、まず最初なんですけど、私何者かというところから軽く説明させてください。大学に入学したのが1995年です。年齢は分かっちゃうと思いますけれども。そういうの流行ってるんですか。そうかもしれないです。割と若造と言われるのか、年寄りと言われるのか、ちょっとドキドキしてますが、その頃、ちょうどインターネットが流行り始めた、いわゆるインターネット元年と言われているのがこの年で、私、そこでやっぱインターネット、その前にやってた、いわゆる BBS とかパソコン通信の世代から、インターネットってものがあるんだってことを知って、で、それで面白そうだっていうのがあるんで、ちょっと名前書いちゃいましたけど、SFC のワイドの方に入れさせていただきました。でそこでさまざまなインターネットに関する話とか聞いてるうちに、出会ったのがエリック・レイモンドの3部作で、オープンソースって実は面白い考え方するもんなんだなと思って妙に感銘を受けたっていうことは覚えています。なので割と早いタイミングから私読んでましたね。でその当時はここにいらっしゃる皆さんと同じかどうか分かりませんけれども、Linux ボックス自分で組んで作って遊んでみたりとか、卒論等ではオープンソース的なところに足を踏み入れるということで、ネットワーク5システムや段階について遊んでました。で、ここから先社会人になるんですけれども、私の背景を説明するという意味でも、基本的に PC アプリケーションの、エンジニアをやっています。特にオーディオ系、ビデオ系の、フォーマットやったりとかということなので、エンベレッドリニックスに関しては実はそんなに知識はありません。ということで、そちらの方の話されちゃうと、今日はすごい勉強しなきゃなっていうような形で聞いておりました。で、あとは、OSS との関わりということで、部内のプロジェクトとかに対して、オープンソースってこういうものだよとか、こうやって付き合ってやればいいんだよっていうような、アドバイザーというか、一緒に悩む人という立場で、活動させていただいてます。基本的には上田さんのご指導のもと動いていると。はい。勝手に動いてますという話かもしれません。はい。で、本題に入りたいと思います。ガラントバザール、どういうものですかと言われるところなんですけれども、一番簡単に言ってしまうと、オープンソースをどう運営していくかっていうような運営法について、こうやればいいんじゃないのっていうのを、エリック・レイモンドさんが、自分の体験に基づいて書いたエッセイです。論文と言ってる方もいらっしゃいますけど、私はなんかエッセイかなっていう形で理解しています。でこれ1997年の Linux コングレスで発表されたもので、ちょうど今2017年ですから20年前ですね。10年一昔が2つも並んでしまったということで、
当時見えている景色と今見えている景色というのはおそらくだいぶ違うんじゃないかというのがあると思いますので、まあ、そろそろ見返して反省してみるのもいいんじゃないということで今回は取り上げさせてもらっています。はい、でこれ実は3部作の1作目で、あとノーアスフィアの開墾というのと魔法の鍋というのが、まあリリースされています。これそれぞれ山形博夫さんという方が日本語に翻訳されて、もうなんだろう、ただで皆さん読めるという形になっていますので、今興味がある方はもうぜひここのページ見に行ってください。でこれ面白かったのは、一番最初にエッセイがオープンされた時にはGPL でライセンスされてたという話を聞きました。なので、エッセイそのものもなんだろう、オープンソースのライセンシングをするんだっていうところが割と面白かった記憶があります。ただ今見てみると、オープンパブリケーションライセンスに変わってましたね。で、社会的影響というところで、まあ多分ここにいらっしゃる皆さん結構オープンソースの歴史見ていらっしゃる方々が多いと思いますけれども、やはり実際の社会、企業やなんかでオープンソースを使うようになったというのはこの論文が出たことがきっかけになっているんじゃないかと私は認識しています。まあ、この後ちょっと説明含めていきますけれども、大きかったのはやっぱりネットスケープ関係の話かなというふうに思いますね。はい、近年のオープンソース流星の起源はこの論文という説もあると思いました。はい、で、まずお話を進める前に1997年ちょっと振り返ってみましょう。どんな時代だったか。 Windows95 でした。そうですね、一番最初にインターネットエクスプローラーをOS にバンドルさせたのが確か Windows95 のプラスだったかなと思いますけれども、この時期から、OS にバンドルという形でブラウザーが出てくるようになったと。で、まあ、裏ではネットスケープナビゲーターがこれ有料で、販売されてたと。まあ、その前身となるモザイクとかいうのもありましたけれども、そういうところもあってインターネットっていうのがこういうふうに使えるんだって徐々に浸透してきた時代だというふうに理解しています。で当時はユニックス、まあ弊社のニュースやなんかもまだまだ使われてた時代だと思いますし、ソラリス SGI なんか大学のオフィス、じゃ大学のキャンパスの中では、当時はソラリスが一番多かったかな。でニュースやなんかもポロポロ置いてあるようなところでしたね。で付き物が自分で PC 買ってきて、Linux とか FreeBSD とか入れて遊んでたというようなタイミングでした。でこの頃の基本的なアプリケーションとかソフトウェアっていうのは、まあ、有料だったと。ソフトウェアパッケージを売ることで生計を立てていた方がまだ非常に多くて、でそういうものって基本的には何だろう、隠して開発する、自分たちのアセットだと思って開発するというのが本当にメインのメインで、ソフトウェアっていうのは専門の開発チームがオフィスにこもって書くものだっていうコモンセンスがあったと、まあ、私は認識しています。はい、ではそんな中3000とリヌックスが、まあ、ちょっと時間的にはもう少し前になっちゃうんですけれども、1991年にリリース関連ニュースリリースされまして、その後、まあ、論文が発表されるまで6年間ですか、基本的には有料のアプリケーション、有料のソフトウェアがいっぱいある中で無料で作られた特に誰からも報酬をもらってないものが非常に何だろう、使えるものになってきたっていうのが、いわゆるソフトウェアハウスやなんかの方々としてみれば非常に何ていうか不思議でしょうがないというか、そんなことってあり得るのか、ただで作っているものが信頼を受けるわけがないと、そういうような論調があったのは結構覚えてます。で、なんだろう、どうしてそんなことができるようになったのかっていうのにある程度道筋をつけて説明をしてきたっていうのはこのガラントバザールという論文だと、エッセイだというふうに私は理解していますので、まあ、ご存知なかった方はちゃんと覚えて、もしくは思い出していただければという形で今日は続けさせていただきます。はい、でこれでオープンソースへ注目されました。企業の立場からは無料で使えるソフトウェアの魅力がある。でソフトハウス、自分なんかがアプリケーションを作っている方の立場としてみれば僕らの飯の種はどうなるんだって心配が非常に喧々言語が始まるようになって、なんだろう、双方の言い分を反映した議論、フレームが結構発生してましたって感じでしたね。はい、ということで、具体的な内容に入ってまいりたいと思います。
まずは簡単な要約、まあ、これこの後の話説明しやすくするためですので一回まあガッと舐めてしまいます。一言で言うと、まあ、Linux の、あの開発方式は非常に面白い。これをちょっとあの何だろう真似てみるとアプリケーションをもしかしたら新しい手法で開発できるかもしれない、試してみようっていうのをエリック・レイモンドさんがフェッチメールというあのオープンソースソフトウェアで実験してみました。でそこであのそれなりに時間経過して見てみたらやっぱりそれなりにうまくいった。それはどうしてうまくいったのかっていうところをまとめましたっていうのがこの論文だというところです。で中に何書いてあるかっていうと、まあ、基本的にはフェッチメールの自慢話というかフェッチメールでこんなことしましたうまくいったよってことがずらずらっと並べて書いてあります。はい、ということで中身に入ってまいります。ガランとバザールということですが、ガランという言葉ってあまり聞かないと思いますけれども、パッと理解できない方いらっしゃいますか。皆さんは大丈夫。あ、一応あの説明させていただきますと、はい、あのなんだろう、いわゆるあのなんだろう、仏教施設とか宗教施設のでかいあの例えば教会だとか、例えば、仏塔だとか、ああいうふうにあの見るものを圧倒させるために作られるような建築物で、まあ、仏教の一形態、そういうような建築物の中の仏教っていえる一形態がガランというものがあります。で、それは基本的には、誰か一人もしくはチームが、設計図を一から全部書いて、作業者がそれに沿って下から一つずつ建てていくという形で、大きいものを作りましょうというのが、まあ、ガランもしくはガランの作り方です。でじゃあ対してバザールというのは、まあ、なんとなく人がみんな集まりました。でなんとなくあのこういう方向に動けばいいよねっていうふうにあの動いてます。結果としてなんかいいものができましたっていうのがバザール形式だそうです。はい、ただちょっとこれはおまけ話があってですね、なんだろう、ガランっていう言葉ってあんまり正しくないんじゃないかなと最近山形さん思っていらっしゃるそうで、今は大聖堂とバザールの方が良かったかなっていうふうにちょっと後悔していると言っておりました。はい、でガラン方式は、まあ、いわゆるプロプライタリーソフトの書き方で、まあ、ウォーターフォールでやってみましょうかっていうような考え方だと思ってもらえばいいと思います。理想的には、想定した仕様品質のソフトウェアが、想定通りのタイミングでリリースできるというのが期待値ですね。実はオープンソースソフトウェアでもガラン方式で作られているのもあると僕は思う。おお、はい。そうですね。あ、そういう意味ではプロプライタリーソフトウェアって言い方は正しくないかもしれません。かもしれない。はい。対してバザールなんですけれども、こちらは本当に何だろう、大体こういうものを作りたいっていうお題だけ出して、それをどう作っていくかっていうのは、皆様の熱意に任せましょうというすごく乱暴な意見だと思います。で、ちょっとあの例として、大体こんなイメージなのかなっていうのを、これは私が勝手に作ってみました。まず一番最初、なんとなく誰かがあの物を売り始めました。例えばあの火曜日の朝市始めましょうみたいな感じで人が集まってきました。で人が集まるんだったら、そこで例えばあの腹減るんだから飯屋出したら欲しいよねっていうことでご飯屋さんを作ろうということで誰か蕎麦屋さん出しました。でもあのじゃあ蕎麦屋さんだけじゃつまらんだろうということで他の人が、じゃあ俺はもうちょっとあのくどいっていうか腹の足しになるものを作りたいよねっていうので、まあ、札幌ラーメン屋出してみたり、さらにそれじゃ あの札幌ラーメンだけだとつまらんからっつって今度家系だとか言って、まあ、なんかラーメンいやでの中でもちょっとコアな部分にだんだん移っていったりとか、そういう、まあ、流れがあると。で最終的にどうなるかっていうと、一番最初は本当に何もない状態だったにもかかわらず、いろんな人が自分自身のモチベーションで動いていくことで、それぞれの個別 あのものがどんどん行動化していく。なんだろう、やりたいことは他の人の上に乗っけて、もう少し違うやり方とか、もっといいものっていう形で、なんだろう、人々が集まって自分のモチベーションを実現することでより良いものになっていくっていうのが、まあ、バザル形式なんじゃないかなと私は考えましたね。はい、まあ、言葉としてまとめてしまうと、たくさんの参加者が自律的にそれぞれに気になるところを開発することで結果として高度なソフトウェアが提供できるようになるというようなところがポイントなんじゃないかなと思います。
で、まあ、その一度の大きな一例としてはやっぱり Linux かなと思いますね。はい、これエッセイを執筆された時点で、1991年から1997年、6年経っていましたが、一番最初発表された時のソースコードは1万行だったそうですね、91年。でそれに対して97年時点では80万行になってました。まあ、ちなみに現時点、2015年時点まではちょっとフォローしたんですけど、2000万行ということで、またオーダーが変わってますと。今どのぐらいなのか僕ちょっと把握してないんですけど、まあ、またさらに大きくなってるでしょうねと思います。で、本体だけでなくて Linux に関わるような他のオープンソースソフトウェアも、まあ、例えば3サイトちょっと古いとは思うんですけれどとか、そういうところでもまあ様々にコミュニティが発達してるし、まあ、皆さん注目を浴びましたということだと考えています。少なくとも Linux Like OS として一番成功した事例であるのは、まあ、ほぼ間違いないでしょう。ではそれ以外に何か例があるかというところで出てきたのが、これエクレイモンドさんが、まあ、その Linux 方式ってこういうもんじゃないかなと仮定して、それになぞってやってみたというものを一例としてフェッチメールという話です。これもうかなり意図的に、Linux 形式もしくはバザール形式といわれるようなやり方を、明示的に取り組んでいました。積極的にコントリビューションを受け付ける体制を作る。で自分自身はなんだろう、それに対してそれぞれいい悪いっていう論評をするというよりは、何でもとりあえず受け入れてみると。でそれに基づいて、もっと他の人たちのコントリビューションを期待するとか、そういうような形で、いろいろと工夫がされています。じゃあどんな工夫だったのかということに関しては論文本文を読んでくださいと。でこれガラントバザールって結局何が書いてあるかといいますと、ここに書いてあるように何を考えて、でどういうことをしたら結果どうなったっていうような、まあ、事例の山なんですね。なので、他のプロジェクトやる際にも、まあ、いろいろと参考になるようなものになっていると、まあ、思います。はい、まあ、ちょっと19条、まあ、ざっくり書かれてたんですけど、ピックアップしてみましたが、ちょっとなんだろう、トゥーマッチになってしまうんでまとめました。はい、あそこにガラントバザールに書かれている内容を簡単にまとめた成功要件ですね。バザール方式が成功する、まあ、5か条と、まあ、書いてますけど、この5か条にまとめたのは私なんで、あんまりなんていうか信じすぎないようにしてください。はい、まあ、1つ目としては、そもそもその OSS が狙っているターゲットが興味深いものである必要がある。興味深いものじゃなかったら誰もなんかコントリビューションしてくれないし、そもそも使ってもくれないだろう。で使ってもくれないコントリビューションもないものに関しては、まあ、発展はしませんよねっていう意味では、成功条件の一つはそもそもがみんなに興味を持ってもらえることだというふうに言えると、まあ、書かれています。はい、で一つやっぱポイントとしては、新しいことであることって割と大切で、少なくとも今既存に OSS があるところに同じことができますよっていうものを新たにオープンしたとしても、それはあまり効果がないだろうっていう話はやっぱり私も賛成するところですね。まあ、それなりに意味がある、どうしてこれが出たのかってところが納得できれば話はちょっと変わってくるかと思います。あともう一つがやっぱ使われること、ユーザーがどれだけつくかってことによってバグがどれだけちゃんと出てくるかってところに直結するので、まあ、なんていうか、まあ、当たり前なんですけれども、みんなが使ってもらえるものの方がポイントなのかなというところと、あとコントリビューターが何かしらソースコードを提供してもらったときに、実は俺ソースコードにあのコントリビューションしてるんだよっていうような話そのものがコントリビューターのモチベーションになるよねっていうところは、まあ、その通りだなと思います。成功要件に適切な設計、キス原則ご存知ないかな。あ、そうですか。はい、これ非常に簡単なタイトルなんですけど、Keep it simple, stupid。 簡単なこと複雑化させんじゃねえというようなものなんですけれども、なんていうかいわゆるグルと呼ばれる方々って、
まあ、ちょっと悪口になっちゃう可能性もあるんですけど、あのなんだろう、シンプルなことをよりパフォーマンス良くするとか、あのより読みやすくというかショートに書くとか、そういうための理由で読みにくいんだけどいいコードっていうのを提供してくれることが結構あります。それってでもあの他の人の参入をすごくあのなんだろう、参入に障壁になってしまうというか、コントリビューションしようと思っても分かんないからいいやっていう話になっちゃったりすることがあるので、できる限りあの多少冗長でもこの領域の普通のエンジニアならこう考える、なんだろう、複雑すぎるコードとか、高度すぎるターゲットっていうのは場合によってはヘルプが得られないというところにつながっちゃうというところはちょっとポイントなのかなと思います。はい、で、これもう一つ主張されてたのが、なんだろう、品質が高いものっていうのって実はそんなに重要じゃないんだ、それよりもこのソフトウェアによって何を解決しようとするのかってところがちゃんと理解できて、さらに明文化されていること、そちらの方が大切なので、まあ、不完全でも何でもいいと、とりあえず動くなり、とりあえずなんか他の人にやりたいことが伝わるなりするんだったら、その時点でもオープンにしまえっていうようなことは書かれてますね。そしたらまあ誰か助けてくれるよ、自分よりも頭のいい人がっていう形なんだと思います。でもう一つが、成功要件さん、適時の反映。はい、まあなんだろう、バージョン1が出てからバージョン2が出るまでに数年かかってみたりとか、あとなんだろうな、バージョン6が出てからスポーツが出るまでに、経験年かかって、なんか去年に出ると言ってたのに今年の秋になっちゃったっていうような、こう GT とかいうゲームだったりするんですけど、あれはオープンソースじゃないですけど出ないものに関しては誰もデバッグしてくれない、少なくともユーザーベースがデバッグすることはないので、まあ、バグがあってもとりあえず出してみるっていうのは大切なんだろうなとか、コントリビューションしたものがすぐに自分の手元に戻ってきて使えるようになる、その実感が得られるっていうのは割と大切なんだなっていうところで、まあ、この成功要件が入っていると思います。次が承認欲求を満たすですね。特にコントリビューターの方が、これ実際に僕の名前がどこそこに書かれているよっていうことそのものっていうのは、まあ、コントリビューターにとっても嬉しいし、あと特に海外だと、転職とかする際にこの OSS についてコントリビューションしたよ、ほら ここに名前載ってるでしょっていうところってものすごく有利になるとか、そういうところもあるって話もあるので、ちゃんとなんかコントリビュートされたものに関しては感謝の意を表しましょう。例えばコピーライトの一覧のところに名前載せましょうとか、そういうところは割と大切なんじゃないかなと思います。まあ、一番最初に僕 の自己紹介のところでコルドバっていうプラットフォームに対して10バイトぐらいコントリビュートしたっていう話を書かれたと思いますけど、それのおかげで僕コルドバのコントリビューター一覧のところにちゃんと名前載ってて、ほらほらほらってネタにできるというのはやっぱ面白いですよね。あとは運営者の資質って、まあ、これなんかエリック・レイモンのかなり自画自賛気味だったんですけど、なんていうか対人能力にある程度優れてて気の利いたジョークが言えることって大切だよねとか書かれてました。そうですか、はいはい、分かった。まあじゃあそれなら、いろんなプロジェクトをバザール方式でやってみましょうっていう話に、まあ偉い人たちがなったりするかもしれません。まあとはいえやっぱ得て増えてって結構あって、こんなとこについては得てなのかなっていうところと、これはちょっと良くないよねっていうところがいくつかやっぱりあります。まあ、得てというのは先ほどの成功要件の中にも出てきたのがありますけれども、何か問題が明確であってそれをどういうものかっていうのをちゃんと説明できること、そしてどうやって設計されているのか分かっていることを、まあ、オープンソースにして品質を向上するということに関しては非常に有利です。反面例えばなんだろう、ごく少数の限られた人が対象のソフトって書かれてるんですけど、これ一例として載ってたのが、なんだろう、丸太一つ存在します、でこれをどういう形で切れば一番効率的に木材を取り出せますかっていうようなソフトを書いた、会社がいました。でこれをオープンソースにしたらどうだろうっていうのをエリック・レモンドに相談しに行きましたっていうのがあったんですが、正直それをオープンソースにしたとしても興味があるのは多分君の会社だけなんじゃないかなっていうような話で、それだったらやらなくてもいいんじゃないのっていうようなアドバイスを与えたという話が載ってました。まあなんだろう、オープンソースにしても構わないけれどもそんなに効力はないだろうねという意味で、まあ
有効ではないんじゃないかなと思います。あとはまあもう一つグルの書いたすごすぎるコードっていうのを書かれてますけど、何でしょうね、例えばテフやなんかを誰かいじれって言われるとちょっと辛いかなとか、そういうものに相当するんですかね。はい、あとはあれですね、 今存在するものに対してかぶせるような形で新しいプロジェクトを発行するというのはやっぱりよろしくないというのはあるかと思います。はい、というところで、ここまでで、あれガラントバーサールそのものについての説明は、まあ、一通りしたかなと思いますが、まだ何か突っ込みたいところとか質問とかございますか。この先は、20年後の現在、じゃあオープンソースの世界どうなったかということについて、まあ、軽くその当時調べたので紹介したいと思ってます。はい、まず、ここではそうですね、バザール方式とガラン方式どっちが勝ったと言えるのっていうのを、まあ、なんとなくまとめてみました。もう言うまでもない皆様はよくご存知のものばっかりだと思うんですけれども、これはバザール方式のを運営したから良かったなっていうのの一例、ここら辺にちょっとざっと挙げてます。まあ、これ以外にもたくさんあると思いますけど、まあ、目についたものですね。一つはまあ GCC と、フリーソフトウェアファンデーションが作ってた GC は今はもうディスコンになってしまいました。その代わり何が使われているかっていうと、EGC ですとか LGC ですかね、になってしまっているのは、これはやっぱり GCC に対するコントリビューションがなかなか受け入れられなかったので、その分自分で外でやろうっていうのが、まあ、そのまま発展していったっていう一例だというふうに理解しています。もう一つ、こちらについてもしかしたらご存じない方は結構いるんじゃないかなと思いますけど、 Node.js、IO.js、 それなりにご存じの方ってどのぐらいいらっしゃいます？ IO.js は今どうなってるかご存じの方分かりますか？いや、ちょっとどうなったか教えてください。結局Linux Foundation が仲裁に入って、IO.js が本流になって名前を Node.js って名乗った。そうですね、ありがとうございます。はい、これ何年前でしたっけね、別れちゃったの3年ぐらい前でしたっけ、ね、比較的最近だと。そうですよね、なんだろう、Node.js っていうのがジョエントっていう会社がベースでやってたんですけれども、やっぱり自分のところである程度コントロールしたいというところもあって、コントリビューションがなかなか受け入れられなかったと。で、そのコントリビューションができないのに業を煮やしたチームが IO.js っていうのを作りまして、でそのままフォークして全く別の会なんだろう開発がされていたと。で、結局1年半ぐらいのうちですかね、やっぱ先ほどおっしゃられたようにLinux Foundationの人たちで調停を受けて、結局IO.js の方をメインストリームとして、今後 Node.js を開発していくという形になっています。で、IO.js なんだけど Node.js という名前に戻ったという形ですね。これ面白かったのが、 Node.js の1より前の最後のバージョンというのが確か 0.7 点いくつとか 0.9 点いくつとか、そんなもんだったんですけど、その次のバージョンの Node.js が Node.4 なんですよ。なんでそこで飛んじゃったかっていうと、 IO.js の方で1から3まで作っちゃったから。なのでもうこれ完全に IO.js が Node.js に乗っ取っちゃったっていうようなイメージだと思います。はい、あとはあれですね、ネットスケープですけど、これ先ほどのガラントバザールの論文を読んだネットスケープのお偉いさんが、そういう開発方針があるんだったらオープンソース化してみましょうかっていうような話で、今まで持っていたネットスケープのソースコードをオープンソース化しました。そして無料化しました。はい。で、そういう意味では、今までプロプライタリーだったものがオープンソース化されたということで、バザールの勝ちだと言っていいのかもしれませんが、話はこれちょっとそんなに単純じゃないような気もします。これオープンソースしたタイミングって、ネットスケープがインターネットエクスプローラーにものすごくシェア奪われた時代で、なんだろう、このままだと、ほぼ全てのブラウザーが IE に取られちゃうっていう危機感から、なんか違う方式で勝負しようということで、ネットスケープがオープンソース化したっていうのが、まあ、一つのなんだろう、まあ、そしてネットスケープクライアントはオープンソース化したんだけど、その裏にあるサーバーはまだ自分の持ち物だったんで、そこでサーバー側で儲けようっていうような下心があったんじゃないかなって話はされるんですけれども、まあ、ということなので、単純にオープンソースがあって話ではないですが、まあ、とはいえこれで出てきた一つの面白い事例なんじゃないかなと思ってます。はい、
もう一つがあれですね、マイクロソフトがオープンソース企業になったって話はもう皆さんご存知だと思いますので、これは割と衝撃的な、あの Windows 95の時代から使っているものとしてはそんな時代が来るんだっていうような、はい、ニュースでした。はい、はい、逆にじゃあ、ガラン方式が勝ったのって何か言われますと、例えばオフィスソフトご存知かと思います、キングオフィスとかあのオープンオフィスとかいくつか作られていると思うんですけれども、この辺のオフィスソフトのシェアがマイクロソフトのオフィスのシェアを奪ったかと言われると、これはちょっとまだ勝ったとは言えないね、存在はするけどねっていうのが今のタイミングだったりすると思いますし、まあ描画ソフトに関してはやっぱあのアドビ強いですよねっていう話もあるんで、まあある程度複雑でなおかつなんだろう、あのお金のある人たちが使うものっていうのはなかなかあのバザール方式がうまくいってないのかなというような感じもしました。ドロー、アンドロイド、はい、アンドロイドの一番下地は当然リンクスです。ですけどアンドロイドがアンドロイドたるあのソースコードの部分を使っているところっていうのは Google さんまだちょっと外に出していません。なのでこれあのバザールが勝ったとは言い難いですけど、じゃ あのキャセドラルが勝ったかって言われると、ベースやっぱりオープンソースでしょっていう話もあるんで、どう考えていいかって分からなかったから、とりあえずドローと書いてます。だこれの一番面白いところとしては、あのなんだろう、みんなが使えるような共通の部分についてはオープンソースでやっていきましょう。あの自分たちの最下要素の部分については、まあ、プロプライタリーなり、あのオープンしないでいける範囲においてはオープンしないでやりましょうというような戦略の話だというふうに理解しています。でこれあの2009年にジェームス・ボトムスレイさんがあの発表された資料と、あの上田さんから教えていただいた言葉ですけど、デリバリー・サポート・フォー・ザ・イノベーションという形で、あのなんだろう、企業の世界ではあのオープンソース使えるところは使っていきましょうねというような流れになってきているんじゃないかなというような話だと、まあ、私は理解しています。2017年の上、これはもういいかな。はい、Linux に非常に造詣の深い方々におっしゃるような話ではないので、言うような話ではないので、とりあえず飛ばします。で、先ほども出てきましたブラックダック あの人たちによると、オープンソースというかデリバリーサポートフォーザイノベーションというのは本当に定着してきていて、2016年においては、それぞれの商用ソフトウェアにおける 90% が OSS だよっていうような、あの主張していますけど、まあ、このデータ自体は四つ葉ものだとは思いますが、まあ、よりオープンソースソフトウェアが使われるようになってきたら間違いないですよねっていうのは言えると思います。であとあのこちらあの多分皆さんよりはあのちょっと違うエリアの話だと思いますけど、私アプリケーション寄りの開発者です。なのでウェブアプリケーションをよく使う機会があるんですけれども、ウェブアプリケーションの世界って結構なんていうかオープンソース使うのは当たり前なんですが、今までのオープンソースを使ってきた方とはちょっと違う感じ方をしているような感じがしまして、GitHub ものすごくたくさん使います。で公開されているものっていうのは本当にちっちゃいソースコード、下手するとまあなんだろう、数十キロバイトみたいなソースコードがいっぱい並んでいて、その中そのコンポーネントをいっぱい組み合わせてアプリケーションを作っていくっていうようなアプローチがよく取られます。反面すごいちっちゃいソースコードで使われる数も少ないんですよね。なのでミニツールがものすごく出てきました。玉石混交って書いちゃってるけど、というよりは石が多すぎいいものを見つけるの大変です。で、こういうものがたくさん出てきちゃっているので、優秀な人材がみんな寄ってたかって一つのものを品質向上しようっていう考え方にはあんまりならずに、その優秀な人たちがそれぞれで違うものを作っちゃうっていう傾向が最近あるように思います。なのでなかなか、これはいいねって言えるようなものが育っていかないような形になってきつつあるなっていうのがちょっと懸念しているところです。で、あの一例としてさまざまなあのウェブアプリケーションを作るためのフレームワークがあるんですけれども、バックボーンとかアンバーとか聞かれたことある方どのぐらいいらっしゃいます？あんまりいないですね。ウェブアプリケーションを作るために一番ベースとなるようなあのフレームワークで、MVC とか MVM あの MVVM とかそういうようなあのモデルをうまく作り込むためのツール群だったりするんですけれども、これ流行り廃りが本当に早いです。バックボーンが使われてたのが大体2012年ぐらいから
のあたりだったんですけど、それからもうなんかアンバー、アンギュラー、リアクト、ビュー JS でアンギュラー2がまた出てきますよとか、そういう形でほぼ毎年流行りが変わります。去年はなんかリアクトすごい言われてたんだけど、今年もビュー JS いじってないなんてエンジニアじゃないって言われるぐらいひどい世界です。あの記事がすげえにはい、なのでなんか熱い資産コミュニティが醸成される前にさ大交代しちゃってるよね。なのでなんとなく作り捨てになっちゃってるねってところがちょっと興味深いし、まあ、懸念するところでもありますね。はい、まあ、その他の状況はいいかというところで、まあ、結局バザールはガランになったのかっていうところで言いますと、必ずしもバザール上昇とは言えないかもしれないけど、みんなのバザールの使い方っていうのが上手になってきたんじゃないかなっていう話だと私は理解しています。はい、これからは目的に適切に目的にかなう OSS を発見し、まあ、なんだろう、ホソロジーとかプロテック使って、ハンドリングしていく能力っていうのが大切になってくるんじゃないかなというような話かと、まあ、考えました。というところで、ガランとバザールについての話は、まあ、大体以上とさせてください。補足です。サムサクの他の2つ何だったかというと、ノーアスフィアの開墾、なんでみんなコントリビューションをするんだっけということに対して、まあ、ある程度答えを見つけ出すと、所有権っていうのが大事なんだ、所有権の放棄っていうのが大事なんだっていうような話ですね。贈与文化の流出、もう一つが魔法のお鍋、 OSS とお金の話。はい、OSS で稼ぐにはどういうやり方があるかなっていうのを例示してます。まあ、7つの例示っていうのがあったんですけれども、まあ、正直最近の潮流でちょっと面白かった話一つ紹介しますと、先ほど出てきた Vue.js っていうフレームワークがあるんですけど、それ の開発者エヴァン・ユーさん、エヴァン・ヨーさんっていう方がいらっしゃるんですが、彼Vue.js そのものを開発することで生計立ててます。どういうことかっていうと、最近パトロン制を サポートしてくれるようなウェブサービスが出てまして、Vue.js の開発に対してパトロンになってくれる人っていうのを公募してるんですね。でそこに登録されてるのが今確か1万700ドルだったかな、パー付きの収入をそのパトロンから得られてます。年収で言えば大体1500万ぐらいの計算になりますかね。もうちょっとある他の収入源もあるんで結構いい値段もらってると思うんですけど、なのでオープンソースそのものを開発することで、まあ、生活できるような環境っていうのが最近できてきてるんだっていうのが割とちょっと面白かったんで、まあ、これとはちょっと違う形だったなんですけど、まあ、ちょっと紹介させていただきました。はい、というところで、まあ、ご清聴ありがとうございましたという形になります。質問コメント等ございますでしょうか。午前中って言いましたっけ。はい、午前中いなかったんですよ。ないですよね。はい、ちょうど午前中いた人にあれなんですけど、ちょうど似たような話を自分がして、あ、そうなんですか。はい、まあ、当時はそのオープンソースで GPL で、すぐにそのアンチテーゼとして、まあ、公開していこうっていうところをこう、まあ、こういうライセンスのもとにみんなでやっていこうぜってやったんだけど、まあ、それが一周回ってオープンソースするのが当たり前になり、オープンソースは戦略的に使われるようになって、でみんながコミュニティが草の根的にこう個人がやってたとこか、今は大企業が戦略的に BSD のような緩いライセンスで出していて、それが多くを占めていて、逆にそういう草の根的な参加する機会を失われているという気がするんだけれど、そういう観点で見ると、オープンソースだから、バザールサイドですと表現するのは最近のまとめとしてはちょっと弱いんじゃないかというのが一つ感じている。はい、そこは何かコメントありますでしょうか。そうですね、例えばマイクロソフトの例とかすごくいい例だと思っていて、これですね、例えば彼ら C シャープをオープンソースにするのは結局まあいろんなプラットフォームで動かせ、まあ、ザマリンとか作っているんで、要するにマイクロソフトのやつをいっぱいいろんなところでどの環境でも使ってもらってユーザーを増やすっていうのが戦略的ですよね。一方でその既存でやってた人たちはある意味それ持ってかれる側なので、それは本当にまあもちろんコミッションとできるからそれは大差ないんじゃないのとかってあるけど、それはでも彼ら明らかに戦略的にやってる事項ですよね。というまあ、あと Chrome とかもそうですけど、
まあ、あれも戦略的、まあ、クロミウムって形でオープンにはしてますけど、あれも戦略的にやってる一つですよね。そうもし本当にそう戦略的じゃなければ、ファイアフォックスをフォークしてモディファイするという選択肢もあるわけで、まあ、そうは取らなかったっていうところで、あれは明らかに戦略的にやっぱ一つですよね、はい、っていうところで、結構その辺を整理しないでごちゃ混ぜに語ってしまうと、はてさて、ここでデファインしてるバザールは本当にそうでしょうか。そうですね、あのそうこのネットスケープの話をあのするときにも、やっぱ単純なバザールっていうのとソースコードをオープンにするのっていうのは、やっぱちょっとそこには差があるっていうのは、はい、まあ、あのなんだろう、理解はしていますと。で、あのそれこそあの戦略的にオープンソースにしたけど、コントリビューターがなかなかつかずに、あのそのままあの商売にもならず終わっちゃったって例って結構、熊がないと思うんですけれども、あのそれも含めても、なんていうか、オープンソースにすることで、戦略的に何かが組めるっていう話に、みんなが気づいたのは、このエッセイがさあのきっかけなのかなとは間違いないですね、思ってます。なるべくして、こういうふうなオープンになってとは思う。最初にそう GPL 作った時、まさかこうなるとはと思って正直じゃないって思うんですけど、あとこの次のページで、はい、あのあれですね、ガランが買ってる系のネタは、一つはこれは使い勝手、要するに脈々と使っているんで、そこのユーザーのスキルが要するに乗り換える理由がないっていうのと、あとコンテンツがロックインされてるっていう観点もあるので、うん、あとアドビさんはすごい先端の開発をトップシェアなりサボらないでやってますよね。そうですね、とか、はい、実はそこもオープンだからとか、オープンじゃないからとかっていうとはまた別のファクターで決まってる部分が多分ある。でヨーロッパはもうマイクロソフトの縛られるの嫌なので、そのリブレオフィスにしましょうって政治的にやってますけども、まあ、そういうパラダイムシフトみたいのがないとなかなかシェアは取れないっていう分野だろうな。だからここもこういう語るところで、そのファクターが本当にそういうオープンソースだからですかっていうのは、ちょっとソフトウェアによってやっぱ性質が変わってくるらしいですね。そうです。なんで歴史をそこの前提を語らないでこれを述べるのはちょっとずるいと思ってます、はい、そうですね、そこはちょっとまあ話の流れとしてかなりあやがあるので、うん、特に何だろう、戦略的な部分っていうか、先ほど使い勝手って話をおっしゃいましたけれども、最近はやっぱUX がいいものがより売れるソフトだとか売れるものだっていう流れがなかなか出てきてるんですけど、この UX ってある程度やっぱハンドリングがちゃんと誰かによってなされないといいものにならないっていう一面もあるので、UX の向上っていうのとオープンソースもしくはバザール形式っていうのはあんまり相性が良くないのかもしれないと。実は最近はそう思ってます。 GitLab さんをどう思いますかって話になっちゃいます、それ。GitLab さんはその辺うまくすごいハンドリングして両立させて今人気どんどん上がってるんで、そうだから、そこに関しては僕はちょっとコメントしたいところ。ユーザーエクスペリエンスとか UI の問題についてはちゃんとデザインをする人が誰かとか、そういう担当の点をちゃんと決めてるかどうかっていうのもあるじゃないですか。そうですよね、運営の仕方、はい、まあ、確かにそれをバザール方式ではなくガラン方式だって言われるとそうなのかもしれないと思います。まあ、なんだろう、いわゆるオープンソースとして、運営していく、誰かセンターがいるようなやり方っていうのは多分あるし、今後ちょっとその辺整理されていくんだろうなとは感じますね。ありがとうございます。Ubuntu も実はヒットした理由は UX の部分があって、ちょっと今パッとで、あやだなプロジェクトっていう名前でちゃんとデザイナーさんを使って、うん、設計してっていうのをやって、で実はかなり改善された。まあ端的に言うとApple製品っぽい UI っていうとあれなんだけど、まあ、いわゆるモダンな一応、でもそこまでちゃんと設計してですデスクトップ環境のディストリビューションを作ったっていうのは多分今までにないトライアルで、だから Ubuntu はここまでヒットしたっていう、実はあまりみんな認識してないけどそういう前提があるよねみたいな話は Ubuntu リリースパーティーでちょっと盛り上がって、ああそうなんですね、はい、した話でちょうどありましたね。結構 UI 系の OSS って X36 が リップされてXリムだけじゃなくて、
パソリンしたのならいいんですけど、アプリケーションを作ってる人たちがみんなバラバラに作るもんだから、Windows が出る前なんか非常に良くて、見た目が全然統一されてないとか、ボタンのスイッチが逆だみたいな。そういうものっていうのはガラン型の方が強いよね。ガラン型っていうか、それをきちんと、あるみんなのルールをちゃんと守らせるっていうのが、そういうバザールはバザールでも、例えばその、道にはみ出したりしないとか、そういうルールをきちんと作りましょうっていう話だと思うんですよ。一方です、そう、バザールだって、例えば、Linux だって、カーネル・リーブスであるとか、そこら辺見れば、いろんな掟は書いてあるわけです。そうそうそう。Linux も、これ書かれた当時の Linux って、そんなにオープンだったかと言われると微妙な感じはあるんですよね。例えば BSD とかに比べて本当にオープンだったのかって言われると、多分 Linux が最初に流行したのって、その Linux が非常に寛容だったっていう話とか、あとディストリビューションが BSD みたいにそのコアの部分を含めて全部一括で作ってるんじゃなくて、そこの部分はそこから寄せ集めて作ってくれるので、自由にやるというやり方。そうですね。まあ、ただそれはやっぱりバザール方式として良かったっていうような解釈になるんじゃないかなという気はしますけれども。あんまりなんかバザールとバザールっていうのにこだわらなくていいんじゃないかと。まあね、なんだろう、20年前の世界で言うとみんななんか隠しちゃってるから、それを打ち壊すために必要だった論文エッセイだっていう立場で多分出てきたんだとは思います。I can ask something. So my Japanese is quite poor, so I don't understand everything what you're saying. But I wonder if you compare the cathedral with the bazaar, what is the profit margin on the bazaar different projects? That must be over time, kind of. While here, there's probably some profit margin on this page. Clearly, on this essay, the profit or money issue is out of scope. So, so if you are interested about the money portion, you can read the Magic Cathedral, Magic Cloudron, the third phrase of this essay. There are many examples how to get the profit from the monetized. Just seems to be for the examples that you have, there seems to be some kind of connection to what maybe I believe Office is more profitable for Microsoft, perhaps, than operating systems. Maybe. I don't know. Just observation. いや実はこのラガンとバザールをこの時代もう一度読み直していく必要性っていうのはあるなっていうふうに思ったのもう一つのポイントがあって、自動車業界にしても我々の、コンスーマーエレクトロニクス業界でも今までずっと社内で開発をしていたことっていうのは あえてもう積極的にオープン化するっていうトレンドが、どんどん出てきている。その時にもう一度この時代1997年っていうものを新たに今やってやろうとするっていう人たちが次々と出てきているように思うんですよ。その時に一旦1997年というところの視点に戻って、で、うちらがやろうとしているところはこういうところが必要なんだなっていうのをもう一度見直すであるとかっていうのがすごく価値が出てくるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で今日は自動車系の方もまだかなり残っているんですけれども、自動車系 AGL っていうところでやってる話なんかもおそらく1997年のガラントバルバルの時代っていうものがもう一度あちこちで垣間見えてると思うんですよ。そういう意味でも一度こういうようなものがあったっていうことを再認識するのはすごく大きな意味があるんじゃないかなっていう。ただ今それが今の結果として今の時代から見て結果論としてガランが勝ったバザールが勝ったって話じゃないよねっていう話もその通りだと思うんですよ。考え方としていいですか。はい、僕これをちゃんと読んだことがないんですけど、最初にガラン方式とバザール方式を定義した時に、ガランは、設計書をきちんと書いてそれによって行動を決定していくローターフォール型、はい、でバザールが今までにインクリメンタルというレボリューショナルモデルっていう
観点で最初定義されたと思うんですけど、話を聞いてるとバザールがオープン、バランがクローズで、すごくその高尚な人たちしか触れないものだから、オープン誰でも触れるのがバザールだよっていう観点もあるので、だから現状がこう4つにあって、で成功したソフトウェアっていうのはガランなのかオープンなのかクローズなのかっていう、その UX に関してはどこに向かうべきかが、デザイナーによってはっきり定義されたウォーターフォールに近いみんなでやっていこうってモデルなのかなっていうふうに、まあ、聞いてたんで、デザイナーがいたかいないかとかっていう話になった時に、スペシフィケーションがどれぐらい明確だったかによって、ある人がここにボタンあったら便利だよねとか、そういうなんかあちこちにずれていく感じがないまま一点に向かっていくけど、それはオープンだったってだけの話なのかなって感じたんですけど。そうですね、どうまとめるといいのかと悩んじゃいますけど多分確かに、いわゆるウォーターフォールモデルでやるのか、それとも、まあ、最近だとリーンモデルというかアジャイルモデルというか、そっちの方でやるのがいいかって話と、ソースコードをオープンにするかしないかというのは全く別の事象なんで、なんだろう、じゃあどのパターンがいいのかなっていう話に なされてしまうと、じゃあこれで答えが出るかって言ったら、これ絶対答えが出ないって話だし、なんだろう、やっぱ特性があるっていうのは間違いないところかなとは思います。ただ皆さんが思っているよりは、バザールでやってみることによって、より良いものになる可能性っていうのは高いんじゃないかなっていう指摘が、このエッセイになって入ってるんじゃないかなと思ってます。なので、なんかいつまでも隠してんじゃないよっていう、みんなの協力持ちつつ、もうちょっとオープンにやろうぜっていうことが言いたかったんだと、私は言いましたね。それはこの論文でエッセイの背後にあるのも、すごく伝承法的な考え方なんですよ。ガラン型っていうのと バザール型っていうのと、テーゼとアンチテーゼを立てて、でよく我々勘違いしちゃうのが、テーゼアンチテーゼっていうのは正義の味方と悪の化身っていうふうに勘違いしちゃうっていうのがあるんだけど、このガランとバザールっていうところも含めてだけれど、そういう伝承法的な考え方っていうのは正義と悪っていう考え方ではなくて、両方とも正義なんだけど、どっちが本当に正しいのかよく分かんないんで、じゃあ人定税を戦わせて、アウスヘーベンして戦わせてみて、人定税を探してみようよって、そういう考え方だと思うんですよ。おそらく、このガラントバザールっていうものも、そういう考え方があって、2つの大きな流れがあるよ、それは、どれも正しいと思うんだけど、じゃあどういうふうにこれから展開していくんだろうかっていうのが問題提起だっていうふうに捉えた方が、おそらく面白いかなって。また一言って。いや、大丈夫ですね。いや、でも、リチャード・ストールマンさんはだって、だからソフトウェアでマネタイズなんか しなくていいんだよ、みたいな。そうなんですよね。そんな勢いだったな、みたいな、今ちょっと。まあ、とりあえずおじさんは別のところだね。そうなんだろう。急になんかふわっと思い出してしまった。魔法の鍋の中ではやっぱり最初にソフトウェア作ることに対してお金儲けるなんてもう無理だよってこと書かれてて、それよりもまあサポートでどうにかしようぜっていうような言い方です。それは一つの発見だよね。だからそれなんかに思い切りの乗っかってるのがレッドハットのモデルだし、そうですね、一例としてレッドハットのものを乗っかってましたけど、ちょっと考えないですけど、私この、まあ、どっちの運営をするかみたいな話出た時に、ちょっと社内で試験的に、例えば情報セキュリティがガチガチの方って、どちらかというとガランみたいな感じで統制を取らなきゃいけないというのと、ちょっとそうではないけども、まあ、ボトムアップでこう盛り上げたいときって、どちらかというとバザール方式の運営の方がいいと思って、私ちょっとそのバザール方式をかなり意識した運営を社内でやっている、まあ、活動があるんですけど、とりあえずいろんな人が入ってくるけども、そこでみんなでルールをやっぱりある程度は決めないといけなくて、多分それが、まあ、言ってもうまくいってるプロジェクトってやっぱり野放しじゃなくて、うん、コミュニティでやっぱりルールが回ってますよね。そうですよね。なんだろう、やっぱり寄って立つところがあるから積極的に出ていくこともできるし、とりあえずノウハウっていうか
ガードフリーで行っちゃったらそれこそ何言われるかって感じになるから、ね、できたらそのルールが自然発生的にもぞもぞもぞって出てくるような感じになるとすごくありがたいんで、ね、社内の場合は全てなかなか自然発生的に出てこないんですけど、私やってる運営はいや全部って文句ばっかり言う人がやっぱり増えるんで、例えばのみんなにガッてやるとなんでなんでなんでっていうのに対してその通りなんで、あなたがやりたい運営をぜひ提案して一緒にやってくださいってやると本気でやれた人は提案してくれるんですよね、うん、誰とかやってくれたらいいけど自分めんどくさいなっていう、所詮その程度の、うん、話で僕気にしてて本気でやりたい人がすごい集まってくるんで仕組みも良くなっていく、うん、ちょっと回し始めます。あ、それ立派なコミュニケーションリーダーだね。けどね、初めに言った瞬間でやりたくない人さーって去っていきます素晴らしい運営だと思うんで、ぜひ一緒にやりましょうって。私そこまでできないんでっていう人はやっぱり多いです、うん、誰かがやってくれると思うと、なんかそれは文句なのか本気の要望なのかって結構そこ大きいんですよね。あ、まあ、結局なんかよく聞かされてたけど、まあ、帰るとこは自分で書け、要するに実装したいっていうのがあったら自分で実装しないといけないじゃないですか。要望はそこだけじゃないんですよね、要望としてはどっかに上げておいて、そうなんです、実装するかは全くない。それもあって、だから私は実は主の運営をやってるんで、要望は結構リスト化してるんですよ。で、私も全部一回そういうふうに言うんだけども、なんかその声が大きくなると、こう、なんか議題に上げて、みんなでやりましょうと。そういう運営はちょっと多少、まあ、主体者っていうところがある程度やる必要があるんですけど、その両方かな。けど、多分一人だけが言ってて、その人もやらないようなやつって本当にいるのって。けど、社内でほっとくとそういう文句ばっかり上がってくるので、声が大きい人が勝っちゃうので。たまに赤チェリーみたいなこと言いたくなるもんな。文句言うんだったらお手で出せって。まあ、いいフィルターになるんですかね、これで、ね、もしかして。でもまあ、そういうのも、ちょっと雑談でしたけど。いや、でも正論だと思うけど。さて、はい、関さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。